皆さん、こんにちは。俳優の新田真剣佑さんと前田郷敦さんが22日、結婚したことを揃ってマスコミ各社に発表しました。この日は、二人にとって尊敬する父親の俳優、千葉真一さんの84回目の誕生日。兄弟揃っての結婚発表になりましたが、前田さんをマネジメントする関係者によると、父親の誕生日に発表しようと二人で決めた、というのです。そこで今回は、イケメン俳優として演技力も認められている、そんなお二人の結婚の裏側についてまとめていきたいと思います。今回の結婚に関して、真剣佑さんは、この度私新田真剣佑は結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これからもお互いに支え合いながら大切な時間を重ねていきたいと思っております。より多くの方々に夢と感動を与えられるように、より一層精進してまいります。温かく見守っていただけますと幸いです、と報告しました。皆様の応援と支えでこの日を迎えることができ、深く感謝するとともに、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます、と綴りました。一方の郷敦さんは、私事で大変恐縮ではございますが、この度私前田郷敦は結婚いたしましたことをご報告させていただきます。俳優という仕事を始めさせていただいてから約4年、まだまだ学ばなければならないことの多い未熟者ではありますが、より一層精進してまいります、と報告しました。今後とも変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます、と綴りました。おめでたいニュースを兄弟揃って知らせてくれるとは本当にありがたいですし、仲の良さにほっこりしますね。ではここでお二人のプロフィールについてご紹介します。新田真剣佑、1996年11月16日米ロサンゼルス生まれ、26歳、15年テレ東系、保育探偵25時花咲慎一郎は眠れないで俳優として本格始動。16年花より団子で初舞台、20年さよならまでの30分に主演、21年映画流浪に剣士最終章ザファイナルに出演。今年は主演のハリウッド映画ナイツオブザゾディアックが公開予定。特技は英語、水泳、空手、レスリング、乗馬、ピアノ、フルート。前田郷敦、2000年1月9日米ロサンゼルス生まれ、23歳、幼少期を米国で過ごす。19年 TBS 系ノーサイドゲームでドラマ初出演。21年日テレ系星になりたかった君とって地上波ドラマ初主演、ワウワウ筋肉マンザ・ロストレジェンド主演。22年富士系エルピス希望あるいは災いに出演。今年は NHK どうする家康で大河ドラマ初出演する。特技はサックス、ピアノ、ギター、殺人。身長182センチ、血液型 B となっています。そんなお二人の突然の結婚に SNS は大荒れしていましたので、一部をご紹介します。日本で一番大好きな俳優前田郷敦、結婚おめでとう、幸せになってくれ。新田真剣佑や前田郷敦と結婚できる女性を一般女性とは呼ばないと思うんですけど、26歳と23歳で結婚か、それにしても若いな、などなど、ツイッターでもすぐにトレンド入りするほどです。そんな話題を読んでいる兄弟ダブル結婚ですが、結婚相手のお嫁さんとは一体どんな方なのでしょうか。気になる真剣佑さんのお相手は年上の一般女性だといいます。仕事を通じて知り合い、2年ほど前から本格的に交際をスタート。真剣佑さんが映画の撮影などで海外に滞在している間も現地に同行して支え続けたそうです。また郷敦さんのお相手はプライバシー保護の観点から年齢も含め非公表としており、何の情報も分かりませんでした。ですがそれぞれ噂になった相手がいますので、ご紹介していきます。まず真剣佑さんのお相手は年上の一般女性で、千葉さんと食事を共にした際にスリーショットも撮影していたそうなのです。写真にはスーパースターのオーラをまとう笑顔の千葉さんと黒い T シャツ姿の真剣佑さん、そして
そのすぐ横には妻となった A さんの姿がありました。真剣佑と A さんは仕事を通じて知り合い、2年ほど前から本格的に交際をスタートさせていました。 A さんは子役出身で、かつては女優として活動していました。10代の頃から演技が評価され、映画やドラマで活躍していましたが、20歳の頃に芸能界を引退しています。透明感のある美しい人ですよと A さんの知人が語っていたというので、千葉さんも A さんの人柄に惚れ込み、ことあるごとにマッケンをよろしくと頼んでいたそうなのです。では気になる A さんとは誰なのか。それは元子役で現在は引退されている岡本夏樹さんだという噂があります。ここで岡本夏樹さんのプロフィールをご紹介します。名前、岡本夏樹。生年月日、1989年9月13日出身地三重県、身長155、血液型O 型となっています。そんな岡本さんは8歳の頃から子役として芸能界で活動していましたが、2011年には芸能界を引退し、一般女性としての生活を送っておられます。そしてそんな岡本さんが新田さんの交際相手として挙がったのは文春の記事が原因でした。2020年8月15日新田さんが謎の美女 A 子さんと2人でいるところが文春にスクープされたのです。謎の美女 A 子さんとなっている理由は、この時点では岡本さんであることが分かっていなかったからです。この件に関して新田さんが所属している事務所は、プライベートのことは本人に任せているとし、肯定も否定もしないといった様子でした。また2人は2021年4月時点で同棲もしており、新田さんは A 子さんを親に紹介していることも明らかになっています。そして2年の交際を経てご結婚されたということです。次に前田郷敦さんのお相手なのですが、年齢も何も明かされておらず、速報のニュースでもプライバシーの観点から情報は一切非公開としていました。また前田郷敦さんはまだ23歳で、過去の熱愛を調べたところ一切出てこなかったので、噂程度のものは出てきていましたが、どれも噂の息を出ないもので、明確な情報はありません。お相手が一般人ということで、かなり慎重にお付き合いされていたのですね。しかしそんな前田さんは中学高校時代に一人の女性を思い続けていたそうなのです。実はその方との恋が実り、今回の結婚に至ったとなれば、とても一途でロマンチックなお話ですよね。そんな前田郷敦さんが6年間片思いだった女性について調べてみます。ではまずは前田さんの学生時代まで遡ります。前田さんは中学からサックスを始め、高校時代はプロのサックス奏者を目指し、プロを目指せるコースがある岡山県の明星学院高等学校に入学しました。吹奏楽部の部長を務めながら腕を磨いていたそうです。2017年10月に開催された第65回全国吹奏楽コンクールに出場した時には、前田さんがテレビの取材を受けています。そんな前田さんには中学高校時代に片思いの女性がいたそうなのです。前田さんは2019年12月に公開された午前0時キスしに来てよに出演しました。前田さんの役は橋本環奈さんが演じるヒロインに片思いしている幼馴染のバンドマンという役でした。前田さんは映画公開間近に行われたアンアンウェブのインタビューで、中学高校時代にずっと一人の女性に恋をしていたことを明かしています。中学生から高校生の間はずっと一人の方に恋をしていました。中学生から高校生の間に好きだった方は、この映画に登場するルンちゃんのような子でした。ルンちゃんとは岡崎紗恵さんが演じた磯山ひかるのこと。午前0時キスしに来てよの橋本環奈さんが演じたヒロインの親友役でした。ルンちゃんは明るくてよくしゃべるという設定のキャラクターだったそうです。前田さんが6年間思い続けた女性は、明るくておしゃべりな太陽のような女の子だったのでしょうね。また前田さんは2021年5月のアンアンウェブのインタビューでも、好
好きな女性のタイプや結婚について次のように語っています。アメリカの女性と比べて日本の女性はすごく素朴でいいと思った。京都に住んでいたので方言も好き。驚いたり喜んだりと感性が豊かで感情を素直に出せる女性は素敵だと思う。結婚するなら日本の女性がいい。まさに午前0時キスしに来てよのルンちゃん。タイプ前田さんの6年間の片思いが実ったのかどうかは分かりませんでしたが、前田さんがどんな女性がタイプなのかが非常によくわかるストーリーです。アメリカで幼少期を過ごした前田さんですが、中学からは母親と共に京都で暮らしていたようです。前田さんの高校のパンフレットに出身中学校が京都市立修学院中学校と明記されています。前田さんは中学生の時から片思いの人がいたとご自身で明言しています。そして前田さんは京都市の中学校に通っています。なので片思いの相手はおそらく京都の人だと思われます。おそらく中学時代を過ごした京都で片思いの女性と出会った前田さん、プロのサックス奏者を目指すために岡山県の高校へ行った後も同じ女性を思い続けていたそうなので、恋愛関係ではなかったにしろおそらく遠距離で交流は続いていたのだと思います。もしその後も交流が続いており恋仲になり今回の結婚となったかもしれません。お相手の情報がこの先出るかどうかは分かりませんが、奥様との馴れ初めなどは聞きたいですね。本当に6年の片思いが実った後の結婚だとしたら、前田ゴードンさんの人気がより一層上がりそうです。いかがだったでしょうか。イケメン俳優として人気の新田真剣佑さんと前田ゴードンさんの結婚、本当におめでたいですね。これから先奥さんとのお話が聞けるのが楽しみですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。